っとじゃあ、あの流れで行っちゃっていいですかね。はい、そのまあまあそれ行かなきゃいけないでしょうね、はい、もう本当にね、最強の男前コンビで同棲してたのが、うん、このモトリークルーのニッキーシックスとロビン・クロスビー、音がスタジオ版が入ってるかどうかわからないって言われたロビン・クロスビーね、そう一緒にね住んでたんですよ、そう、うん、若い自分、うん、だからもうあのめちゃめちゃ仲良くって、お姉ちゃん入れ食い状態の部屋だったっていう、あ、まあしかもね死んじゃうんですけど ね、ロビンね、そうロビン・クロスビーね、そうエイズで亡くなっちゃいますね。ダットもね、すごい良かったんですけどね。ね。うん、これも、ここもあの顔で売られた系？顔で売られたアイドルバンドですからね。そう。ウォーレンが顔で売られたのかな、あのギターの。ね。うん、スティーブ・カルシーは名手としてね、結構。そうそうそう。ね、うん、ギターの名手として名高いですけど。うん、まあ、LA メタルっつったらもう、この二大巨頭なんですよね、だからね。で、その後にだからガンズとかが続いていくっていう形になっちゃうんですけど。ラット皆さんあんまり聞いてらっしゃらないんですよね。愛情は正直しなかったんですよ、まあ、あの何出しても一緒っていう。そうなんですよ、その印象がすごくて、あとギターのエフェクターの印象もなんか同じ名前ラットってあるんですよ。ああ、そう、ああ、そこそこそこで、大使、僕は好きじゃない、大使、大使、大使って何マグマタイム、今大使、大使って言っちゃった、大使って言っちゃった今、大使って言っちゃった、だからそうそうそう、そんなイメージがすごく、でもここからね、そのねプロデューサーのボーヒルワールドが、うん、あの広がっていくわけですよ。そうですね、そうですね、私の大好きなカオファンのウィンガーとかね、うんうん、いやウィンガー、ね、気持ち悪いウォーリンとかね、いやいやあのちょっとプリンスっぽいんですよ、アプローチがキップの、だってあの人バレエ踊れるんですよ、うんうんうん、そうそうフレディ・マーキュリーにちょっと似なかった、そう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 、でちょっと僕も好きだったんですよ、うん、でキップじゃないんですよ僕は、誰レブビーチ、レブビーチですね、レブビーチね、レブビーチ珍しいとこ来た、でもね、うん、やっぱり実力派として残ってくるわけですよね、そう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 、うん、レブビーチホワイトスネーク入ったっけ、ホワイトスネーク、あーで僕 の、 あの当時ね友達がそのウィンガーの譜面見て、うん、ほらこんな真っ黒、ほらこんな真っ黒って俺に、あー多いんだ多いんだ、音符が多すぎて、うん、そいつはなんかこう真っ黒な譜面見るとテンション上がってこう、それでいけるタイプ、そう、もうそれで 飯食えるタイプ、なるほど、頭おかしいやつまあでもやってることはね、すごい技巧的だったんですよね、そうね、あのスタジオミュージシャンの寄せ集めだったから、そうそうそう、うん、あれは弾けないよってぐらいもう真っ黒ですから、うん、それをなんかバレエ踊りながら弾くっていうね、ものすごい、なんかしかもねリバーブバキバキにかかってるから、そう、フロアでなんか演奏してるみたいな、ああそうそうそう、そうなのよね、うん、私、胸毛もらいましたけどね、もらったって、胸毛もらいました、ふってやったらちっちゃいキップがブラッとか出てくるんじゃない、あ、それいいね、なんかちっちゃいのいっぱい出てほしい、ちっちゃいウィンガー、うん、そんなぐらいこんくらいテーブルの上でクルクル回る、それで踊ってもらって、そうあのボンジョビもそうですけど、ウィンガーも人の名字じゃないですか、そう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 、うん、あれをバンド名につけるってどうなんですかね、わかんない何や、加藤っていうバンド、そうそう、加藤ってバンドって嫌だよね、あの岡本図みたいな、岡本図、ラモンズもそうか、ラモンズは違う、ヤゴですよ、ヤゴ、そうそう、うん、岡本図もそうなのね、岡本図って一人もいないんでしょ、そう、一人もいないの、でラモンズの、でラモンズの、そこの流れは、なんだよ、なんだよ、なんだよ、人の名前ついてるバンドってあったっけ日本とかで、ないんじゃない、ないよね。せめてだから怪バンドとかね、バンドを教える、 その名字だけっていうのは聞かない恥ずかしい、ね、恥ずかしいだってそれ怪とかだったらもう怪バンドを言った後に恥ずかしいって言っちゃうな、うん、山梨県じゃんみたいなさだけど九州っていうね、出がね、海洋州の怪バンドはね、名字がしょうがない、そう、そんな結構あの恥ずかしいウィンガーとだっ恥ずかしい、ウィンガーとあそこらへんの時ウォレントか、ウォレントもっと恥ずかしい、もう恥ずかしすぎて僕は言いたくないんですけどライブ行ったことあります、行ったんだ、行ったんだ、あれマジでシンデレラとか行っちゃった、もうシンデレラ好きなんですよ僕、そこシンデレラはいいじゃん、王道なんだよね、王道、実はね、シンデレラはトム・ケイファーの声はジャニス・ジョップリン得意ですよACDC とかね、その流れのね、あ、ニュージャージーシンジケートの中で一番まともなバンドかと思ったんですよ、そう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 、ちゃんとね、ブルースをちゃんと、うん、そうなの、その時代の音に合わせた、ね、そう、一番かっこ悪いけどさ、かっこ悪いけど、うん、
それなのにシンデレラってつけちゃったところにちょっとでも、ね、シンデレラってどないやねん。ウォーレントのね、うん、話ちょっと戻りますけど、はい、あのそのライブ行った時俺一番びっくりしたのが、うん、こうドンチョウが開くわけです、うん、ドンチョウもあるんだ、まず降りてるんだ、ドンチョウまだに覚えてるんですけど、ダーンって言って何出てきたと思います？何？メンバーがメンバーの肩グラマしてこうやって俺何起きたのかと思うわけえ、メンバーがメンバーの肩車してあの亡くなっちゃったあのボーカルのなんだっけ、あのジェニーだっけ、ジあれ、あの人死んだの？亡くなったんじゃなかったっけ？嘘、ちょっと待って、生きてんじゃね、うん、いや死んでるって俺なんか見たの、ジェニーレインだっけ、ジェニーレイン、うん、へもう名前が死にそうじゃん、うん、そうねいつだか、いつの間に、うん、で声がすごく僕はね、うん、いいなと思ったんですけど、な肩車で、そう肩車、肩車でどんちょ上がった、上に乗ってたもん、シーズマにチェリーパイ言ってました。いやー、それで始まるんだ。そう。へえ。帰ろうかと思いましたよね。もう聞きたい曲終わったから。もうなんかなんだろうこれ。あ、もう今日の仕事終わりみたいな。やっぱりこいつらチャラいなみたいな。何してたのかなみたいな。まあ、ああいうのを求められてた時代だったかもしれないし。そうね。ヘアメタルっていうね。そう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 。ヘアメタル。くくりよね。ネルソンだっけ？ニルソンだっけ？ネルソン。ネルソン。たものね。そうビジュアル系でいくから。ね。全然ハードロックじゃないあれあれ何かと思ったの俺、この時期にあれで売られちゃったからね、うん、そうほらお父ちゃんはちゃんと王道のロックンローラーだったからっていう、あそうなんだ、そうなの、あ息子さんなの、ご子息、そう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 、そうそうそう、だからそういう王道の ね、あのロカビリーとかそういうノリで行けばよかったのに、あの時代だったからヘビメタル扱いされちゃったのはね、だから逆にそのオールディーズファンも聞けなかったわけ、聞けないよあれは、そう聞けないもっとだからポップでキャッチーな、本当にあのいわゆるハードポップ的な方向でもっとね、ドンといっちゃえばよかったのに、うん、なんか無理にハードロックな方向に、一発屋になりました、見事に、うん、かわいそうな、本当にあの曲しか思い出せないの、なんだっけ、タイトルも忘れたよ、忘れちゃった俺そうですね、ひでえなあとはね、あれですよ、ポイズン、ポイズン、ポイズン、エアメタルといえばバラードですね、もう私ダメだったんだそこあれは